神奈川県立鎌倉高等学校は、神奈川県鎌倉市にある県立高等学校。通称は、鎌高、剣鎌。在校生、卒業生からは、鎌高と称され、鎌高という文字は交渉にもなっている。学区外などの部外者からは、私立鎌倉学園高等学校を特別するために、剣鎌と称される。県教育委員会から、 学力向上進学重点講演トリー校に指定されている。授業は基本的に1次元イコール65分で行われている。2007年度新入生からカリキュラムが変更になった。主な変更点は従来は2年次より文系、理系に分かれていたのを3年次のみにすることである。国公立受験対応型として導入された。2年まで、 共通科目を履修させることで基礎力を向上させようとしている。2.3年生の数学は習熟度別授業である。英語は通常の2倍の単位で行われている。鎌倉高校前駅2012年度入試までは前期選抜と後期選抜に分けて実施していたが入学者選抜制度の改定の伴い2013年度入試から一本化された。 それに伴い、英語、数学で実施されていた独自問題の実施も終了した。校舎はゴムにある。増改築が繰り返されたため複雑な構造である。下駄箱から5分かかる教室もある。敷地は希望が丘高校に次ぐ県2位の広さである。校内から江の島、相模湾、晴れた日には富士山を一望できる。スラムダンクの踏切として、 台湾からの観光客に人気のある鎌倉高校前一号踏切生徒の加入率も高く活発に活動している。神奈川県内の公立高校としては比較的珍しくアメリカンフットボール部、スキー山岳部がある。ただしラグビー部がない。1 9八十年代はサッカー部全盛時代でインターハイ優勝チームに選手を送り出し J リーガーも輩出している。 2008年度には運動部の加入率が高く活動が活発なことから、神奈川部活ドリーム大賞の神奈川部活チャレンジ賞に選ばれる。文化祭と体育祭が開催され、1962年以降は、各年開催となり、西暦で、奇数年は文化祭、多摩数年は体育祭であった。また、合唱コンクールや、学期末球技大会などの行事も行われている。 2017年度より生徒の学力向上を目指すため、体育祭が廃止。約50年の伝統に幕を閉じた。これまで毎年9月に行われていたが、6月に文化祭を開催するようになる。2016年12月22日、終了式の日、この大きな決定を当時の在校生らは体育館が補修工事中だったため、各教室で放送で聞いた。 それまで生徒らは、その決定を誰も聞いておらず、教師らの独断だった。当時の在校生ら教師に掛け合ったり、署名運動などを試みたものの、決定が覆ることはなかった。体育再配置により、代替行事として、前期末と後期末に行われる、年2回の期末スポーツ大会のうち、前期末の期末法を、体育的行事として、カマスポに変更した。 文化祭では、一週間前から午後の授業が潰れ、午前中も短縮50分の予次元となる。また、二日前からは1日中準備が行われる。三年生は劇をやることが慣例となっている。最終日の夕方より非公開の講ヤ祭が開かれる。当日は、生徒のほとんどは仮装をして出席している。学校行事ではあるが、運営は全て生徒によってされる。 アメリカ合衆国メリーランド州のアソルトン高校と姉妹校関係にあり、相互で学校に訪問し、交流を行っている。また、アメリカ海軍第7艦隊横須賀海軍施設のキニック高校との交流もある。これらは国際理解教育の一環として行われている。出展、ありがとうございます。